カレル・ビーチ・スラフ・マシェクは、チェコの画家、建築家、イラストレーターである。チェコの象徴主義や、アール・ヌーボー美術の代表的な画家の一人である。プラハで生まれた。短期間プラハの美術学校でアントーニン・ロータに学んだ後、1884年にミュンヘンに移り、ミュンヘン美術院でアレクサンダー・フォンバーグナーに学んだ。1887年にアルフォンス・ミューシャ、 フランティシェク・ド・ボージャークとパリに移り、アカデミー・ジュリアンで、ギュスターブ・ブー・ランジェや、ジュール・ジョゼフ・ル・フェーブルに学んだ。当時パリで流行していた、天平の技法による作品をいくつか描いている。1888年に、プラハに戻り、1890年に、クロソームネ・ゼドノティの会員になった。イラストレーターや舞台美術家としても働いた。1898年から、 プラハの美術、建築、工芸学校の教授となった。マシェクの教えた学生には、作家のカレルチャペックの兄で、イラストレーターとして知られるヨゼフチャペックがいる。建築にも興味を持ち1901年に、自分の屋敷やその内装を共同設計した。ありがとうございます。